はい、こんにちは。今日はですね、EOS M100 で、うまくシャッタースピードを利用した、撮影の方法を説明したいと思います。まあ、このシャッタースピードをシャッター優先 AE っていう設定にしてもらって、これでシャッタースピードを変えることができます。で、ここのダイヤルを回せば、ここのシャッタースピードを変えれるので、今回は 0.6 で撮影します。そして、こうやってね、ズームで撮影をした時にこうズームしてください。はい、こんな感じで写真が撮れます。というのも、シャッターを押しますね。押して、で押した時にすぐピッて、回します。そのことによってシャッターが切れてる間に、動かしてるので、あえてブレというかね動きを利用したこうやった放射線状の写真が撮れたりしますので、まあ、言ったら、こう、横から撮ると、まあ、こうやって回します。わかりましたでしょうか。シャッター押しました。もう一回いきます。シャッター押しました。はい、押しました。こうやって回すだけですね。そうすることによって、こういったね、なんか、すごく近づいてるような、迫ってるような、写真を撮ることができます。はい、すごく簡単なんでね、使ってみても欲しいんですけども、まあ何か、例えばこうやってるいう感じでも面白いんですよね。シャッターを切って、次こう回します、カメラごと。わかりますか？シャッターをこう押して回します。そうするとまた、このようなね、周りが、ぐるーって渦を巻いたような感じになりまして、また面白い、設定ができますので、また光とかこういうのって、形がある光とかだとまた面白いのかなっていうふうに思います。こんな、シャッタースピードで、遊ぶのも面白いのかなっていうふうに感じました。今日の説明は以上です。ありがとうございました。